皆さんこんにちは。第7回目の動画レッスンです。本日のテーマはついに和音の登場です。さあ、和音という言葉、皆さん聞いたことありますか？和音というのは2つの音、2音以上の音を一緒に弾いたもののことを和音と言います。今までね、このようにしてメロディーを弾いてました。で、私ね、実は左手でこうやってね、2音以上の音を一緒に弾いて、左手でね、和音を弾いていたんです。この和音があることによってどうかな。まずメロディーだけ弾くよ。これでもいいけど、和音もつけてみます。こうすることによってなんかこう音楽がね、より前に進んでるような感じとか、あとは色とりどりね、カラフルになってるような感じがしませんか？みんなね、そうだな、お家で塗り絵、学校でもいいけど塗り絵ってしたことありますか？ペラペラと本をめくりますと、黒い線でね、可愛い絵が描かれてあります。髪の毛、そうね、その髪の毛は私は何色に塗ろうかな。みんな好きな色を使って、黄色に塗ってみよう。よし、じゃあ目は水色かな。リボンは、よし、じゃあ可愛い水色、さっき水色使ったから、ピンクにしようとかね、こう自分で好きな色を塗って絵をね、カラフルに完成させると思うんだけど、音楽もね、メロディーが、例えば黒い線だとしたら、和音が色のようなね、そんな感じです。で、ピアノをね、習ってる子は、右手でさっきみたいにメロディーを弾いて、左手で和音をね、弾くことが多かったり、あとはでもね、右手で和音を弾くこともあるよ。両手で弾くこともあります。こんな感じでね、和音はね、いろんなところに出てきてます。さあ、それでは今日はその和音を紹介したいと思います。和音ね、3つの音を使った和音、三和音を紹介します。三和音って言うんですね。じゃあ一回ね、弾いてみるよ。よく耳を澄まして、何の音かな？聞いてみて。三つ鳴ってるよ。いくよ。いっぱい鳴ってた？もう一回弾くよ。じゃあね、これバラバラに弾いてみる。そうしたらわかったかな。何の音が鳴ってたかというと、ドミソ、ドミソの和音でした。ではね、もう一つの和音を紹介します。耳を澄まして。さっきとは全然違う響きがしたね。何の音かな。一つずつ弾いてみる。これはちょっと難しいから言うね。ドの一つ下。あまり出てきてなかったけどね、これまでね。ドの一つ下。シーから、シー、ファー。
シファソの和音です。もう一回戻ってみるよ。まずはドミソ、シファソ、ドミソ。あれ、なんか聞いたことあるんじゃない？あ、お辞儀をするときに気をつけ、で気をつけってみんなね、もしかしたらしてるかもしれないね。このお辞儀の音が和音なんです。お辞儀したくなるね。で、ここで止まったら、なんかすっきりしない。はぁ、落ち着いた。ね、こんな感じで和音はね、いろんな表情があります。さあ、それじゃあこのドミソとシファソ聞き分けてみましょう。今画面上に楽譜でドミソとシファソ出ていると思います。音符にするとね、こんな感じです。ドミソね、この前スキップでね、やったね、ドミソね。で、そのお隣にある和音がシ、下から順番にファ、ソとなります。それでは今からね、次々に和音を私は弾いていきますので、みんなは聞こえた和音どっちかなってね、指を指していってください。私がすぐに答えを言っていくのでね。じゃあね、テンポよくいくよ。ではいきます。ドミソ、シファソ、シファソ、ドミソ、ドミソ、シファソ、シファソ、ドミソ。どう？合ってたかな？きっとできてると思います。じゃあね、みんなよくできてるから、もう一つの和音を紹介します。今度はこんな響きです。さあ、また耳を澄ませて。どんな感じがする？またね、ドミソとシファソとは全然違うね。なんか、あ、いいことあった、嬉しい、そんな感じがするね。これ何の音が使われているかというと、また一つずつ弾いてみる。これはドファラ、ドファラという和音です。一緒に弾くとこんな感じです。さあ、それではちょっと難しいかもしれないけど、今画面上にね、ドファラも出てきました。この3つを全部混ぜてね、弾いていくので、またこれも指さして答えていってください。ではいくよ。ドファラ、ドミソ、シファソ、ドミソ、ドファラ、ドファラ、ドミソ、シファソ、シファソ、ドミソ、ドファラ、シファソ、ドミソ。あー、だんだん速くなってきたね。ついてこれたかな。はい、ということで今日はね、和音を3つ紹介しました。ドミソ、シファソ、ドファラでした。さあ、それでは今日もお待ちかねの音当てクイズをみんなにしていこうと思います。今日はさっき習った和音で音当てクイズしていこうね。はい、では第1問。
答えはドミソでした。第2問。答えはドファラ。ドファラでした。では第3問、何が出てくるかな、あれかな、どうかな。やっぱりこれでしたね。答えはシファソンでした。みんな覚えられたかな。動画なのでね、こう巻き戻してね、何回も聞いてみて、いっぱいね、やってみてください。で、ピアノが弾ける子はよかったらピアノも弾いてみて、自分でね、一緒にね、ドミソ、ドファラ、シファソ弾いてみたり、それから歌ってみたりしてね、歌ったり弾いたりして和音をね、聞き取ってみてください。はい、ということで今日もね、見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。